シャーソフリーズで、皆さんこちら高橋です。はい、大の字になればあなた最強。本日はですね、4月に入りまして、いよいよ新シーズンということで、まあもちろんね、理論弓道もこれからですね、内容をね、いろんな情報を発信していきたいというふうに思うんですけども、今回はですね、この理論弓道ですね、どういう人に見てほしいか、そしてどういうふうなことを意識して動画を勉強するといいのかっていうことについて、まあ、今後の弓道でこれすごく大事な内容になってくるので、それをお話ししたいというふうに思います。私はこれまでですね、67団体、まあだいぶちょっとまあ増えたおかげで70団体ぐらいに増えてきたんですけども、弓道の関係者や弓道の指導者、あるいはですね、弓道のこう今頑張ってる人たちの話、もうたくさん情報をまあ手に入れてきて、それを全部統合してですね、これからどうしていけばいいのかっていうことが分かりました。で、言っておきます。これからの時代は賢い人間と頑張った人間はですね、正しい情報を手に入れて弓道が上手くなる時代が来ます。講談者や指導者っていうのが間違った内容を何を言っているのかっていうのをまず理解すること。それを理論弓道でチェックしてですね、正しい情報と正しい事情っていうのをしっかり理解してください。それを理解することによって、現時点の弓道のシステムや弓道の段とか的中とか正射必中には大いなる欠陥がたくさんあることを理解した上で、それにとらわれない。自分で頑張る。自分の弓道をやるということを、意識していただければというふうに思います。私のこの理論弓道の発信はですね、もうかなりの弓道の講談者や指導者の内容を知ってるだけじゃなくて、実際に見てきた話もありますので、もうかなり角度の高い情報になります。で、ここでですね、その例えば間違っている講談者っていうふうに言ったので、なんか講談者って言うとですね、なんか全部ダメなのかっていうふうに聞こえてしまうので、すいません、そこに関してはですね、まるで煽ったような感じで言っているのであれば、そこはちょっとね、謝りたいと思います。申し訳ございません。それをね、ちゃんと事実をですね、正確にちょっと伝えるために紙を用意してきたので、こういうふうに私は意識し発信しています。まず、弓道の講談者先生ね、これ大前提として言っておきます。78% の人が人間的には別に問題ない先生なんですよ。はい。ここに関しては別に、そこの環境にいるとどうしてもいろんなシステムであったり、しがらみであったりっていう理由で、まあ、こう、ついついダメ出しであったりとか、ちょっと、雑な人間の扱いになってしまう人は確かにいらっしゃるんですが、まあ、それはですね、その人自身がすごく人間的に腐っているのかって言ったら、ちょっとそれは別だということで、それを省くとですね、別に、講談者や指導者がですね、悪い人間ばかりではないっていうことをまず先に言っておきます。で、私のお話しする講談者の先生や指導者の先生、まあ、こういう人間が間違ってるか、こいつはクソだっていうふうに言ってるんで、なんかっていうと、22% の人は完全に人間的にダメな人がいます。まあ、前にも、去年動画でお話ししましたけど、人のことをですね、人を殺す者だっていうふうにね、言った先生とかいるんですよ。それダメでしょ。それダメでしょ。それはもう、なんですよ、講談者うんぬん、まあ人間的にダメでしょ。そういうのはダメって言ってきますよ。それは明らかにダメなんで。で、そういうことを言う人間って講談者しかいませんよ。だって、低段者の人たちって別に講談者に立てつくような人間ってほとんどいなくて、ほとんどかもうゼロに近いぐらいいなくて、たとえ立てついたとしてもクソみたいなことはないです。一番立てつく原因っていうのはあまりにその指導者がですね、教え方が雑であったりダメ出しが多すぎて、人を避けすむようなことを言ってきたからストレスが溜まってバーンってやって喧嘩になっちゃうっていうのはたまにあります。でもそれはその先生が悪いんですよ。なぜかというと、その先生が正しいやり方を教えないので、いつまでも教わる側の人たちっていうのは、間違ったやり方でどんどんダメになっていきます。ダメにしていった結果、努力不足であったのとか、言った内容ができないって、その人のせいにしてるから指導者は怒られて当然なんです。だってあなたがダメなんだから。で、これからの時代はですね、そういう、まあ、ここのダメな人間的な人間ってなんでいるのかって言ったら、正しいシステム、正しい仕組みっていうのをお話します。要は、今の弓道の仕組みシステムってこうなってるから不透明なところであったり不公平な部分であったり人間的におかしい人間が出てしまったりっていうのがこれ明確な根拠がありますので、それをね私が実体験をもとにこれお話ししていくと、そうするとですね、考え方ちょっと見方が変わるんですよ。さらになんかこういうダメ出しであったりとか根拠のない教えであったりとか、まあこういう人間がね6割ぐらいいるんですよ。 6割とか 68% で、まあ実際上7割なんですけども、結構な割合でいます。これもう、これからの時代、
素晴らしい先生に出会うことはほとんどないと思ってください。10% しか今の段階でいないんですけど、ここの割合が増えていきます。もう、これから弓道を始める人っていうのは、優秀な先生につくっていうことはほとんど期待しないでください。そこに期待をしてしまうと、あなた自身が、まあむしろ、悪い方向に行ってしまう可能性があります。で、そういう人たちは、YouTube で理論弓道の正しい情報っていうのを見ていただければ、何の問題もなくなっていきます。賢い人間や頑張った人間っていうのは、YouTube や SNS を、きれいに賢く使ってですね、これから弓道の実力が伸びていく時代が増えていきます。で、そうやって実力が伸びていく人であったりとか、まあ、先生の言われた内容をただただ不透明な内容をまあ、はいはいって受け入れながら何も疑いなくやっていった人は、まあ自然に下手くそになっていくと。そして、そういう人たちがどうすればいいのかっていう悩み事を解消しようと思っても、もうすでに一発目に教わった内容はですね、癖がつきやすく、悪いところに行きやすく、どうしたらいいかわからないような内容ばかりなので、もうそれは、もう一回その先生からその内容を触って半年以上その型を身につけさせられたら、もうそこから脱却することは難しいです。はい。かなり難しいです。どれぐらい難しいのかっていうのも、私はオンラインセミナーでいろんな例えで私は教えてるんですけど、そのぐらいできないです。で、これからは講談社やこういう指導者の言われている間違った内容や、全然違う内容を理論弓道で正しい情報によって正していき、賢い人間と頑張った人間っていうのが情報を増えていくと。で、私はそういう人間にサポートをしていきたいと思います。でね、別にね、こいつクソだなと、偉そうなこと言いやがってって思う人は本当に申し訳ないです。偉そうなこと言って本当に申し訳ございません。私がね、ちょっとね、若造なくせに、なんかその講談社に立てつくような感じに見える、言い方をね、しているんであれば本当に申し訳ございませんということで私の動画を見ないでください。私はこれ賢い人間や頑張った人間で、現実にこういう先生に捕まって苦しんでる人っていうのはたくさんいらっしゃるんです。たくさん。これを理由にやめてってもうそこで弓道ができなかった人ってたくさん見てるんです。はい。ですので、そういう人間を正しい情報を手に入れて弓が引けるようになる時代っていうのがこれから来ます。私はそういう人間をサポートする。で、さらに言うとですね、これからですね、もう、今の現行の弓道のシステムや、弓道の団体のその影響力っていうのがあるんですけども、この影響力っていうのはどんどん少なくなっていきます。小さくなっていきます。完全にゼロになることはありません。ただ、かなり減ってくることは間違いないでしょう。理由をお話しします。もうここの正しい情報を手に入れたことによって、弓道の、今の現行の弓道を、社に構えている人っていうのが増えているからです。これはもう私の理論弓道の動画しかり、いろんな内容をきっかけにですね、ああ、今教えてる内容って間違った方向に行くかもしれないなって気づいてる人たちっているんですよ。だけど、その弓道のシステムにもう入ってしまった以上は、自分が一人で在野でやったところでですね、なんか飲まれてしまう可能性があるので、まあ仕方がなくその弓道団体に所属して。だけど弓道の団体に所属しながらも、でもこのやり方間違ってるよ、これ違うよね、これ間違ってるよねって思いながらも弓引いてる人はいます。つまり、もうその時点で、その人はもう、今の弓道に対して、まあ、期待をしていないんです。だから、商談審査も受けなくなります。そのなんか、聖者必中って、まあ、もう、今の聖者必中って間違ったことばかり言ってるんですけど、根拠もない、文献もない中で、なんか形を整えれば、当たるとかってよくわからないこと言ってるんですけども、その当たりっていう定義も全然違うわけですし、説明も違いますし、解説全然違うんですけども、そういうのが広まってくるんですよ。そうすると、今、なんかもうこうやって根拠のないことを言ってる人は、あ、もう弓道としてダメだなと。ここでは本物を学べねえなっていう人がどんどん増えていくんですよ。そうすると、もう今一生懸命、ね、ここにいらっしゃる人っていうのは、ほとんど多分理論弓道の動画見てないと思うんですよ。見たとしても感情的になって、こいつ若造は何言ってるって、まず感情論から入るんで、まあ、受け入れられないんですよ。で、受け入れられなくていいです、私の動画っていうのは。私の動画ってもうこれ何年もやって、あ、もう本当に愛入れないか、本当に愛入れないんだなって分かったので、別にその人まで分かってもらおうとは思わなくていい。もう別にいいかなと思ってます。それよりも頑張ってる人とか賢い人がもっと賢くなってですね、自分でできるようになってですね、それこそこういう人に、まあ、2段、3段、4段とか取ってくるじゃない。そしたらもっと干渉してくれるようになるんですよ。だって上がってくるから自分と同じになるわけですね。そこで悪い知識とか、よくわからないことを植え付けさせられて、ある時急にガタッと実力が落ちて、もうそこで戻れなくなります。はい。だから、あなたが死ぬ前に一度は立前の社をやらないといけません。もうこれはマストです。言っておきます。立前の社は必ず体感しないといけません。体感しなければ、
今のあなたの教わっている弓道の内容っていうのは根拠がなくて不透明で、やっている内容が正しい方向に行くかどうかっていうのは全くわからない状態で弓道をやります。ある時急にガタッと落ちた時にはもう手遅れです。なぜならもう手首を抜くだのひねるだの力入れるだのっていろんな癖をつけさせられたせいで、もうそこから取っていくことはほぼ不可能だったんです。で、私はそういうふうに何か違和感を感じながらも、でも弓道を頑張っていくんだっていう人にですね、そういう問題をすぐ解消できる方法であったりっていうのを教えていきたいというふうに思ってるわけですね。それがオンラインのセミナーであったりとか、今年4月末に新しいサービスが始まるんですけども、4月5月に新しいサービスが始まるわけなんですけども、そういう内容を発信してですね、もう弓道というのはですね、そんなね、正しい形になれば当たって弓道が上手くなる、そんなわけねえんだよ。弓道なんていうのはもっと考えなきゃいけないこと、離れだけでもやらなきゃいけないことあるし、取り掛けだけでも7つ8つ覚えなきゃいけないことってあるんですよ。そういうの教えてますかって言うと教えてないんですよ。教えられますかって言うと教えられないんです。なんざら強い目も引いていない。古い文献も読んだことがない。古い文献を読んだとしても自分の解釈の中で勉強するから、それが逆に間違った解釈で使われて、むしろそのなんか古いのに書いてあるからこれが正しいんだとかって言って、間違った内容をルフしてしまう。そしてそれを受け入れた人たちっていうのがどんどん悪い方向に行っていく。っていう風なのがもうずっと続くからです。で、そのためには私がお話しする、まず強い目を引いてくださいと。正しい知識、姿勢を身につけてください。で、先生の言われている、なんかよくわからない根拠のない肘を張れとか、手首ひねれとか、なんか離れ出すときはこういう風にしろとかっていうよくわからないオリジナルテクニックみたいなのを言われるんですけど、まあそれできるようになってください。できるようになります。正しい姿勢をできるようになります。だけど、それは、段を取ったからといって、なんかそれで増長することなく、さっさと商談審査というしがらみから抜けてもらって、あなた自身で弓道弓を引くっていう人が、なってください。そうしないと、いつまでもその商談審段が上がることが快感っていう風になっていたんでは、あなたはどんどん悪い方向に行きますから。はい。間違ったことは言ってません。間違った方向に必ず行きますので、どっかで商談審査から離れることっていうのは、私は強くお勧めします。私はやりません。なぜならと、本物の夢が霞んでしまうからです。はい。そういう風に、弓道というのが、これからですね、賢い人間や頑張る人間っていうのはどんどん、ネットを使ってですね、正しい知識をどんどん取り入れてて、どんどん上手くなっていく時代になっていき、そして外部に、もう、ここの弓道を学ぶ必要がないよねっていう人が増えていき、今の中でも不透明な状態であるっていうことが動画で確認でき、そして、さらに正しい弓道を やる人が増えるのを私は祈って応援しております。ということで以上になります。ありがとうございました。